ジャハラーは、クウェートのジャハラー県の県と。首都クウェート市の3 2トル西に位置する。ジャハラーオアシスジャハラーは、かつて一面の落ちで、その後小さなオアシス都市が生まれた。クウェート市に向かう、途中の商業拠点、休憩場所だった。1897年、クウェート、赤トリデが建てられた。九百二十年、クウェートとサウジアラビアの間で、 ジャハラーの戦いが起きた。1922年、戦争は終結した。サウジアラビアのアブデルアズイーズイブンサウド王は、領土と引き換えに、クウェートの独立を認めた。今日では、戦いの記念碑が立っている。1991年2月25日から26日、湾岸戦争中のジャハラー郊外で撤退する、イラク軍を、連合軍が攻撃し、 一万人弱が殺害された。アメリカのノーマン・シュワルツコフ将軍がクウェート市から出入りを封じるよう指示しこの作戦は行われた。対戦車ミサイルを積んだ R-64 ア,アパッチが出撃した。2007年8月25日、病院で火災が発生し患者が二人消死した。マウスウマ・アルムバーラク保健相が責任を負わされて辞任した。2009年8月15日、 クウェート結婚式放火事件が発生し、少なくとも57人が死亡、90人が負傷した。23歳のナズラ・ユセフ・マハミド・アル・エネジが、元夫の再婚に復讐したと報道された。クウェートの過去40年で、最も犠牲者の多い事件だった。ジャハラーは、首都クウェート市の西 32km に位置し、何本もの環状道路が通っている。 国道80号線がイラク国境のアブダリーまで続いている。この道路は湾岸戦争でアメリカ軍を中心とする連合軍がイラク軍を虐殺した死のハイウェイで知られる。道路は1990年代後半に修理され2003年のアメリカのイラク侵攻で使用された。現在ではアメリカ兵に神のご加護の看板が立っている。周辺は砂漠だが ところどころにテントが立っている。クウェート国際空港が最寄りである。1961年のジャハラー、ラクダ市場サッカーでは、あるジャハラー SC が活躍している。同クラブは定員2.5万人のア・シャバーブ・ムバーラク・アル・ IR スタジアムを本拠地としている。あるジャハラー SC は、1990年のクウェートプレミアリーグで優勝し、 1996年と2002年には、アミール杯の決勝戦まで進んだ。ありがとうございます。